今日はディズニーランド楽しかったわね。お母さんがホーンテッドマンション気に入ってくれて、私も嬉しかった。やっぱり時々は親孝行ってするもんね。マンションって、あの駅前に建ててるあれのことかい？明日はいよいよ和彦のとこに行く日だからね。え、和彦さんってどうなった？一番下の息子よ、私の弟。私、男の子なんか産んだことなかったと思うんだけど。会えばわかるわよ。なあ、もう今日は寝てね。私と旦那、なんかあったら隣の部屋にいるからね。じゃあおやすみなさい。そうよ、明日結婚するから。新宿か渋谷か、人の多いところ。かわいそう、和彦。何を今さら。あんたも美奈もお母さんの引き取り拒否してさ、私と浩二さんに全部押し付けて。施設？何よもう。私たちがチコチ血眼になって探してたのあんた知ってるわよね。でもね、あそこまでボケちゃうと入所金高いとこしかなくて、2000万なんてとても無理ってなったじゃないよ。まあ、担当300万ぐらいなんとかって言ってくれたけどさ、ミナなんかさ、舞ちゃん私立に行かせてるじゃない？貯金なんて全然ないの。だって。もうあったんきたわよ。とにかく、あんたたちにも責任あんだかんね。いざとなったら口裏合わせること。みんなにはあんたから言っといて。私当分あの子の声聞きたくないから。分かってる。じゃあね。なあ、マジで捨てんの？何よその顔。もう我慢も限界だって毎日言ってたのはあなたよ。お父さんが死んで仕方なく引き取ったのに。見せる手伝い一冊やってくれないで。半年前からはすっかりボケちゃってさ。もうこれしか方法ないの。そっか、そうだよな。そうだ。私の親なんだから、あなたが罪悪感持つことないわ。ね。よせよ、こんな時に。なんか大それた時に電話したら。Thank you.
you